はい、今日は松屋銀座に来ております。さあ何を見に行くのか楽しみにしてください。はい、今日はこちらです。テレビアニメスパイファミリーポップアップショップがなんとですね、この松屋銀座で開催中なんです。はい、8回イベントスケール、またですね、全集中展やってたところですね。じゃあちょっと8回まで行きましょう。はい、スパイファミリーポップアップストアです。さあ着きました、スパイファミリーポップアップショップです。ポップアップショップです。前はポップアップストアだった気がするんですけど、いやいいですね、このすごい。でもなんかあれですね、今ちいかわのストアもやってるんですけど、そっちの方がすごいですね、人が。まあでも私にとっては好都合ですが、はい、じゃあちょっと早速中にどんどんね入っていきたいなと。多分もう見る限りフリー入場っぽいですね。今日は整理券とか言ってましたけど、行けそうです。はい、こんな感じで、はい、会場の入り口にやってまいりました。そして、ポップアップショップね、いろんなグッズがいやたくさんあっていいっすね。冷凍タオルもらえる、5500円、マクスタはもらいてえよな。トレーディングはまたちょっと開封動画を撮りたいんで必要ですね。ちょっとまたね見たいと思います。諦めた私の居場所は作る